皆さんこんにちは。今日も私が感じたことをお伝えする動画を撮っています。先日の動画でアンチコメントがたくさん来たお話をしたんですけど、その件でも本当にたくさんの方に励ましのコメントいただきました。ありがとうございました。で、今後もね、このチャンネル料理番組としても大切にしていきたいと思ってますので、料理番組というか私の日常を何でもお伝えしているようなチャンネルなんですけど、そちらの方が削除されるようなリスクを負いたくないので、あくまでも私の考えとか、感じていることをお話しするようなおしゃべり的な動画で今後もやっていきたいと思います。もう私自身もね、本当にたくさんのコメントでいろいろな情報を得ることもできるし、本当に情報交換の場としてとってもいいメンバーが集まっていると思うんですね。皆さんのおかげで、とても知的な方がたくさん集まっているチャンネルだと思うので、ここに集まってくれる人たちに誇りを持っています。私本当に政治のこととかわからないこと本当に多いので、そういうことで情報発信するような立場ではないので、でも私のこの場を通じて同じような考え方の人が、ここに集まってこれたらいいなって思っています。なので今後も、料理動画の他にもこういったトーク動画も時々出して、このチャンネル内ではこうミックスのような形で何でもやるっていうような感じになるんですけど、ちょっとチャンネルを分割した方がいいっていうような意見も何とかいただいたんですけど、逆に料理番組で私のチャンネルを見つけた人がこういう別の話題に触れる機会になるっていうことも役に立つんではないかって思うので、今後も一つのチャンネルでまとめてやっていきたいと思います。そうなんですよ。私は政治のこととか全然詳しくないんですけど、結構直感的なお話とか感じたことなんかは本当にいろいろ皆さんと共有したいと思っているので、そんな感じで動画を見ていただければいいなと思っています。で、ウクライナ情勢に関しては前々回の動画で、いろいろなフェイクの動画が回っているっていうお話をしたんですけど、ついにね、イタリアの報道機関でもそれを認めた番組が一つありました。で、これはもうずいぶん前からイタリアで一つだけ、グリーンパス反対の話の方だったんですけど、私たち側の立場に立っての報道をやってくれている番組が一つだけあるって言ったんですけど、その番組なんですけどね。で、昨日その番組内で、初期に、ビデオゲームの動画を使っていたことだとかを認めていました。ビデオゲームの動画を使っていたということは結構明らかなことで広まってしまったことなので、その番組でも言及されたことだと思うんですけど、でも私が昨日も見ていて感じたのは、未だに本物の情報なので、ちゃんとアナウンサーがいてレポートしている、これが現実だっていうビデオももちろんあるし、その中に過去のそのウクライナであった悲惨な歴史があるっていう話を前回したんですけど、その過去に起こった大惨事の時の、ビデオなんじゃないかなっていうような思える動画もミックスされているなと思いました。10あるうち、3つぐらいは現実の動画があれば、残りの7つは全部、現実だっていうふうに認識されてしまうことがほとんどだと思うので、特にウクライナで2014年から起こっている内戦についての映像は、本当に悲惨なものが山ほどストックとしてあると思うので、そういう動画も混ぜているんではないかなっていうのが私の印象です。でも現実に戦争が起こっていることは確かですし、だからどの程度、その民家を襲撃しているのか、それとも本当にロシア軍が襲撃しているのか、ウクライナの内部にはかなり過激なグループがいるっていうお話は前回でもしたんですけど、なので本当にその襲撃しているのは本当にロシアかどうかっていう問題だとか、いろいろ謎の部分があると思うので、自分でいろいろ考えてみるしか私たちにはできないと思うんですけど、その中で、昨日だったかな、今日公開された動画で、またウクライナの内情を理解するのにとっても役立つなと思った動画があるので、皆さんにご紹介しておきたいと思います。松田政策研究所チャンネルの3月9日の配信で馬淵さんが登場されていろいろお話ししてくれています。結構長い動画なんですけど、その中で、そのウクライナ情勢に
とても詳しい馬渕さんが、ウクライナの過去の事情だとか、あとプーチンとの関わりだとか、まあ、それだけではなく、感染症問題、ちょっと前に流行った世界の感染症のあの騒動のそういうのの話とのつながり、まあ、いろんな角度からとても参考になる動画だと思うので、お時間ある方はぜひ、検索してご覧になってみてください。勉強になると思います。まあ、ちょっと長い動画なんですけど、いろいろな意味で、世界の流れの気づきになるんではないかなと思っています。なのでお時間ある方はぜひ、ご視聴されてみてください。で、昨日ね、イタリアの報道番組で唯一ちょっと他のメディアとは違う方向性の番組があるっていう話は、まあ何度かしてるんですけど、その番組内で話していて私も知ったことなんですけど、まあ本当にね、今イタリア内でももうメディアがロシアが悪いの一色なので、ひどい差別が起こっているようです。まあ本当ひどいですよね。差別を助長するようなことばかりが起こっています。少し前までは私たち、これを打ってない人たちが完全にそういう差別されるような社会を作ってきましたよね。いまだに差別をされている社会なんですけど、今度はロシアを全て否定するような差別問題が起こっています。で、例えばね、大学でドストエフスキーの文学の講義が中止になっただとかね、さらにドストエフスキーの銅像がフィレンツェにあるらしいんですね。で、それを排除するっていうような話が出てるだとか、あとバールとかでね、ウォッカを提供しないっていう話になっているとか、あとは、あと芸術家が絡んでいるコンクール、ロシアの芸術、人、動物、すべてね、排除される動きになってるんですって。ちょっとひどいと思いませんか？本当にね、メディアが差別意識を助長しているので、それでそこに乗ってくる人たちが実際にいるっていうね、まあ、本当にちょっと前までは人種差別をする人たちをすごく批判していたイタリア人が多かったにかかわらず、今回の騒動でね、いとも簡単にロシア全てを否定するような風潮になってしまってるんだなと思って、本当にがっかりしました。私は頻繁に連絡を取るほど親しいロシア人の友達がいないのでわからないんですけど、なんかロシア人というだけで学校でもいじめられたりとか、差別発言をされたりだとかするようなケースがあるようです。本当にね、ちょっと前まではこれを打ってない人が差別される問題があって、今はロシアが差別される問題になっているっていうね、なんか本当にね、嫌な感じの社会になってきましたよね。本当早く終わってほしいです。なので、それから今回のこの戦争の件ではね、まあ私も全然知らなかった事実なんかが結構取り上げられて知ることになりました。いろいろ知られていなかった事実が表に出てきているなと思っています。例えば今ね、例えばイタリアだけではなくてドイツとかももちろんそうだと思うんですけど、ガスの値段が急騰してるんですね。それはもうロシアに 40% 以上、46% って言ったかな、のガスをロシアから供給されてるんですって。で、そこでね、その報道番組が言っていたことは、なんとイタリアには稼働されていないガスの抽出施設、まあ、日本語でどういうふうに言われているのかわからないんですけど、海の中にこういう施設を建てて、そこからガスを抽出するシステム、それがすごいたくさんあるんですって。で、1200いくつあるって言ったかな、全部で。そのうち、稼働されてないものが750基もあるんですって。半分以上が稼働されてないんですって。まあ、この話は私ね、びっくりしました。実はイタリアにはガスがすごく豊富なんですって。だからそれを全部稼働させれば、おそらく四国で全部自給自足できるようなレベルのガスが抽出されるようなんですね。なのに、ガスの抽出機械を立てておいて、それを稼働していないっていうことになってるんですね。で、それはだからその稼働していない抽出機を、じゃあ稼働しようって言って、すぐに稼働できるのかっていうと、そうでもなくて、数ヶ月かかる話らしいんですよ。でもね、私、まあ、イタリア本当にね、汚職がひどいですから、まあ、病院なんかも政府の資金を使って建てておいて、そのまま廃墟のようになっているっていうような病院もたくさんあるんですね。イタリア中に、特に南に多いと思うんですけど、まあ、ガスもそうだったんだと思って、おそらく政府の資金を使って、
抽出器を作っておいて結局稼働させていないということですよね。ロシアがガスを安く提供してくれているから買っていたのだろうと私たちは思い込ませられていたんですけど、実は自国でガスを排出すればもうその3分の1ぐらいの値段で供給できるそうなんですね。なのでね、この話を私聞いてびっくりしました。実はイタリアに住み始めたのは私も25年ぐらい前の話なんですけど、当時ガスすごく安かったんですよ。すごく安くて、で電気代は高かったんですね。でイタリア人の説明ではガスはイタリアにたくさんあって電気はイタリアで作っていないのでフランスから輸入しなければいけないと、だからガスは安くて電気は高いんだっていう説明だったんですよ。でも最近はガスも電気も両方高いっていう状況なんですけど、それがまあ少しずつガスの値段も上がっていって知らないうちにすごくガスも高いっていう状況になってたんですけど、そこにそういう昔はおそらくガスのその抽出器も稼働していたものがどんどんストップになって、全部だから政治的な問題でガスの値段を吊り上げられて自国で提供できるものをわざわざ外国から買っていたっていうね、その事実私今回のことで知ってびっくりしました。もう本当にねイタリアの政治にははっきり言ってね嫌気がさしますよね。本当にもう汚職だらけですよ。だからなので国のお金を使ってやりたいことをやって、それでその後とんずらするっていうね、本当にそればっかりで、税金の無駄遣いばかりしていてひどい話だなと思いました。今回に関してももうすぐに兵器をウクライナに供給したそうなので、まあ、それも私たちの税金使っているわけですよね。それで税金を使って戦争を助長して、本当にねひどい話だなと思いました。それからね、なんかすごいおかしな話、今ねだいたいイタリアにウクライナから来ている難民はだいたい2万人強ぐらいいるらしいんですけど、ウクライナってねこれあんまり打ってないんですって。これを打った人の比率がすごく少ないらしいんですね。で実際 35% ぐらいらしいんですよ、その率が。でそのこちらにイタリアに入ってくる人の中でも打ってない人の方が多数派なんですね。でそれをねイタリア政府はとても問題にしているようで、まあ、もちろん来たらすぐに、接種させてウクライナ人にもでっていう話をしてるんですけど、なのでそのグリーンパスの、まあ、国内でまだグリーンパス全然廃止されていないので規制があるんですけど、そこに何もそういうグリーンパスとかを持っていないウクライナ人が入ってきて、その取り決めはどうするんだっていうことで そのことでも混乱状況になっています。本当にねグリーンパスはさっさと廃止してくれればいいのに、まあそれでウクライナ人は もちろん受け入れるんですけど、そこで受け入れた時にもうこちらの方も打っていない人たちをどうやって扱ったらいいのかっていうことですごく問題になっているようです。本当にねグリーンパスの話混乱を招いているだけなので本当にやめてほしいと思うんですけど、いまだにまたそちらの方は今のところ何も排除されていないので、今後その難民に対してはどうするのかっていうのが気になるところです。それからねあともう一つちょっと面白いニュースだなと思ったんですけど、まあ、日本でこの話どの程度広まっているのかわからないんですけど、この間そのネットのニュースで見たのでは最近ねなんか 2,3 日前だったかな、ロシアでねフェイクニュースを流したジャーナリストを逮捕すると15年の禁錮刑にするっていう法律ができたらしいんですね。でその法律ができた途端に各国のジャーナリストが一斉にロシアの国外に逃げていったっていう話で、結構なんかこれちょっとね笑っちゃうような話だなと思ったんですよ。まあねそれ15年の禁錮刑って聞くと、いやさすがちょっと独裁国家だけあって恐ろしいなと思ってしまうんですけど、で実際そのロシアとウクライナで起こっていることってまあかなりのフェイクニュースが回っているようで、ウクライナ側のフェイクニュース、ロシア側のフェイクニュース、まあ、本当にねフェイクニュース同士の戦いっていうようなところもあるようで、でそれはプーチンがじゃあロシアからフェイクニュースを送ったものはもう禁錮刑だっていうふうにやるのって、まあ、それは正しい判断じゃないかなって私は思うんですね。まあ、15年も禁錮刑っていうのでちょっと恐ろしいなと思うんですけど、まあ、それ聞いちゃったらあれ確かにジャーナリスト、今まで適当な情報を流していたジャーナリストは怖くなるでしょうね。でもなんかちょっとそれはね笑っちゃう話だなと思いました。なので、まあ、本当に世の中にね真実を伝えてくれる人が増えて、
で、真実の情報に耳を傾ける人が増えてくれれば、この戦争も早く終わるんじゃないかなって思うんですね。でもね、なんか私の最近の直感というか、まあこう報道の仕方なんかを見ていて、少しずつでも状況は変わっていると思うし、最近のなんかメディアの報道だとか、まあいろんなメディアだけじゃなくてインターネットからの情報だとかいろんな話を聞いていると、おそらく世界大戦にはならないんじゃないかなっていう気がしているので、私の方もまあちょっと前の不安な気持ちよりは少し落ち着いてきて、穏やかな気持ちでいます。ということで今日もなんとなくその後感じたことをおしゃべりしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。